ご視聴ありがとうございます。第一章。おやぶん、ちょいっとあってお願いしてという人があるんだが。ガラッパチの八五郎は膝っ小僧を揃えて神妙に申し上げるのです。大層改まりやがったな。金の工面と色ごとの橋渡しはごめんだが、他のことなら提言のことは引き受けるぜ。平次は安直に居住まいを直しました。粉タバコもお小遣いもお上の御用までが種切れになって、二三日張り合いもなく生き延びている心持ちの平次だったのです。そんなにキザなんじゃありません。御用向きなこっつよ。そんならいつまでも門口に立たせちゃ悪い。どんな人か知らねえが、こっちへ通すがいい。え、ガラッパチが心得て路地へ首を出すと、共同井戸のところに待機している手頃の豊島を一人呼んできました。親分が会ってくださるとよ、遠慮することはねえ。ずっと減るな、ずっと。ガラッパチは両手で畳を開くように九段の女を生じ入れました。渋い身なりと慎み深い様子をしておりますが、抜群の器量で。前に座られると平次ほどのものも何かしらゾッとするものがあります。年の頃は27、28、どうかしたらもう少し老けているかもしれません。眉の長い、目の深い、少し浅黒い素顔も、よく通った鼻筋も、こればかりは紅を含んだような赤い唇も、あまり街では見かけたことのない種類の美しさです。銭形の親分さん、初めてお目にかかります。私はあの市ヶ谷御納戸町の宗像善五郎様の厄介になっているもよと申す者でございます。少し武家風の匂う折り目の正しい挨拶を、平次は持て余し気味に酒きを撫でました。で、どんな用事で来なすった。タバコ盆を引き寄せてカマスの粉タバコをひねりましたが、火皿に足りそうもないので苦笑いに紛らせてポンとタバコ入れを放ります。他でもございません。私が厄介になっております宗像家の主人善五郎様は昨夜人手にかかって会い果てました。殺されたと言いなさるのかい。はい、殺されたとなりますと何かと後が面倒なので、ご親類方が集まって自害の手にこしらえ、たくさんのお金まで使って証人の口を塞ぎました。明日お弔いを済ませば死人に口なし、それっきりになってしまって、殺した人は陰で笑っていることでございましょう。おめえさんはそれが気に入らねえというのかい。宗像善五郎様は50を越したご浪人ですが、元は立派なお武家でございます。お武家が死にようもあろうに首をつって死んでは、お腰の者の手前松代までの恥でございます。平次はもっともらしく手などをこまぬきました。首をくくるのが誉れであるはずはありませんが、それを松代までの恥にするこの人たちの気持ちにもわからないところがあったのです。自分で首を吊るのが恥はわかっているが、人に絞め殺されるのもあんまりお武家の誉れじゃあるめぜ。でもご主人様はこの春から軽い中風でお体が不自由でした。中風で不自由な年寄りを絞め殺すような悪い野郎もあるのかな。あんまりなしうちに我慢がなりかね、何かの証拠にもとこれを持ってまいりました。おもよという美しい豊島は帯の間から紙入れを出して、その中から小さく畳んだ半紙を抜き、シワを伸ばして平次の方へ滑らせたのです。なんだこれは、書き置きじゃねえか。はい、一つ書き置きのこと、拙者こと万一非業に相果て候用のこと、これある説は有峰杉之助をご詮議相なりたく、後日のため書き残し申し候なり、宗像善五郎お役人様御中。
平次は手に取って眺めて、その打ち振るう首席の間から不思議な脅迫観念におののく宗像善五郎の恐怖を覗くような気がして、言いようのない不気味なものを感ずるのでした。これはどうしたんだ？宗像善五郎様が生前そっと書き残して私に預けておいたのでございます。いつ頃のことだ？二月ばかり前で。こんなものを預かるおめえさんは？宗像家当園のもので三年越し五百回になっておりますが、どんなご縁かご主人様はことのほか信用してくださいました。おもよはこう言って眉を落とすのです。顔が曇るとひとしお美しさが引き立って不思議な魅力が四方に訓じます。八、行ってみようか。ありがてえ。八五郎はもうおったてじりになって平次の出動を待っていたのです。第二章。浪人宗像善五郎は武家の出には相違ありませんが、すっかり町人になりきって高利の金などを貸して裕福に暮らしておりました。おもよは、私が余計なことをしたと思われるとみんなに辛く当たられますから、と最もなことを言って裏口へ回り、平次と八五郎は実手の見識を真っ向に、ごめんよ、表向きから入りました。ほっ、銭形の親分。店にいた近所の衆や親類の老人たちらしいのが銭形平次の顔を見るとさーっと青くなりました。お通夜を済ませて明日はお弔いをするばかりのところへとんだものが飛び込んだと思ったのでしょう。気の毒だが、ちょいっと仏様に会わせてくれ。八五郎がついと出ました。ええ、気の毒だが少し不審がある。構わねえだろうな。検視は済みましたが、親分さん。近所の隠居らしいのが恐る恐る抗議するのを背に聞いて、平次はまっすぐに通りました。うちの中は思いのほか豪勢で、宗像善五郎の裕福さと高利の金の罪の深刻さを思わせます。誰か案内してもらおうか。ガラッパチは妙に憲兵づくです。それに応えて出てきたのはさっき平次の家へ来たおもよ。よくもこうそ知らぬ顔ができたものだと思うほど美しく取りすましております。宗像善五郎の死体はまだ奥へ寝かしたまま、首へ巻いてあった細引きは取り外してありますが、何もかも元の通りで、とおもよは言うのです。死んだ善五郎は五十少し過ぎというにしては老けて見えますが、これは軽い中風のせいだったかもしれません。主人の死んでいるのを誰が一番先に見つけたんだ？平次の問いは定石通りに進みます。私でございました。主人の今へ来て雨戸を開けますと。雨戸は開いていなかったんだね。いえ、鍵も三も降りていませんから、開けようと思えば外からでも開けられます。で、雨戸を開けると主人は細引きで締め殺されて冷たくなって床から抜け出しておりました。びっくりして大声を出すと、若旦那の杵太郎様や奉公人たちが大勢飛んできましたが、殺されたとなるとお上向きも面倒になるし、商売柄人様に恨まれているからだと世間様に思われるのも悔しいから、鴨居にしごきをかけて自分で首で死んだということにして検視まで受けたのでございます。おもよは静かな調子ながら一糸乱れずに説明していくのです。主人は中風だと言ったね。と平次。大した不自由はございませんでしたが、それでも忠義でブラブラしているご主人が鴨居へしごきなどをかけて自害するような、そんなことがご自分でできるはずもございません。踏み台をして覗いてみると、高い鴨居にはイカ様しごきを通したらしく埃を拭き取った跡もありますが、忠義の老人が危なっかしい踏み台をしてここへしごきを通すということはちょっと受け取りにくいことです。その細工に使ったしごきはどれだ？
これでございます。おもよが取り出して見せたしごきは、なまめかしくも赤いちりめんで、その端っこの方には細い紐か何か固く結んだような跡があります。誰のだい？亡くなったお嬢さんので。平次も妙な心持ちになります。医師の細工をするのに、死んだ娘の赤いしごきを持ち出す番頭や親類もよっぽどどうかしております。で、主人を殺した細引きは？これでございます。おもよは押し入れを開けて、そっと隠しておいたらしい細引きを取り出しました。ほんの五六尺の浅縄ですが、強靭でたくましくて、これは全くものすごいものです。それにしちゃ細引きの跡が薄いようだ。平次は死体の首筋をのぞいて、そっと八五郎にささやきました。おや、こいつは何でしょう？八五郎は萌木の組紐を一本見つけたのです。長さは四尺くらいもあるでしょうか。細くて弱そうな紐ですが、先に結び目をつけて、ひどくほこりで汚れているのが気になります。蚊帳の釣り手でございましょう。まだこの辺りには蚊がいるのかい？ご主人様は大層蚊がお嫌いでございました。おもよは静かにその疑いを解きました。第三章。せがれの杵太郎はまだ二十歳そこそこの若い男で、武家の匂いもない町人風ですが、一人の親を失って逆上したものか、眼は血ばしり、唇も罠なき、言うことはことごとくしどろもどろでした。気の毒だが、少し聞きてえことがある。杵太郎は黙りこくって固唾を飲みます。おめえさんも親旦那が自分で首をくくったものと思っていなさるのかい？平次の問いにはいろいろの意味がありました。みんなでそう決めてしまいましたよ、親分。杵太郎の調子はひどく捨て鉢ですが、父親が自殺したとは信じていない様子です。すると親父の首へ細引きをかけたやつを私は堪忍しちゃおきません。そらどういう意味だね？杵太郎は黙りこくってしまいました。有峰杉之助という人を知ってるだろうな。平次は話題を変えました。町内にいるご浪人ですからよく知っています。その有峰という浪人者が親旦那を恨んでいるようなことはなかったろうか？あったかもしれません。親父はひどく有峰さんを煙たがっていました。有峰という浪人者に殺されるかもしれねえと言ったような。とんでもない、有峰さんは立派な方ですよ。杵太郎は平次の言葉を遮って、もってのほかの首を振るのです。有峰杉之助が評判の良い浪人とは聞きましたが、杵太郎までこう言おうとは思いもよらなかったのです。それじゃあ他のことを聞くが、あのおもよという女はこのうちの何だい？かかりうどのようでもあり、召使いのようでもあり、親類のようでもあるが、親類なんかじゃありません。杵太郎は頑固に首を振りました。ひどくおもよに反感を抱いている様子です。他に身寄りのものは何にもありませんよ。父一人子一人で、あとは奉公人ばかり。親類といったところで三代も四代も前の親類で、少し暮らし向きが悪くなれば寄りつかなる人たちです。親父の首の細引きをしごきに変えても、世の中が無事な方がいいんでしょう。杵太郎の憤激はあてもなく爆発し続けるのです。この上杵太郎の顎を取ったところで大した収穫がありそうもないと見ると、平次は番頭の吉兵衛を呼んで内中を案内させました。吉兵衛は五十男で、世の中を世辞笑いと妥協で暮らしてきた男。こんな人間が案外したたかな魂の持ち主かもわかりません。手代は二人、小八と金次といって、どっちも三十前後、貸金の取り立てには負けず劣らずの腕前を持っていそうなたくましい感じの人間ですが、相当以上の給金をもらっているほかに、
主人の前五郎と関係がありそうもなく、主人が死ねば明日から収入の道を失ってひどく損をしなければならない二人です。長八は色白のちょいといい男、金次は四角の顎と大きな目を持った男。この人相の怖い金次が案外好人物で、色白の小八の方が太い魂の持ち主らしいことは、二言三言交わすうちに平次は見抜きました。平次の問いに対する応答は、番頭の吉兵衛と同じようなもの。ただ、おもよの身分を聞いたとき、小八は、主人はまだ若かったんですから、一人くらい身の回りの世話をするものがあっても不思議はないでしょう。おもよさんはあんなに綺麗ですからね。いやしい笑いが何もかも説明したような気がします。杵太郎がおもよにひどく反感を持っているのも、おもよが係人でも召使いでもあるように見えるのも、これですっかりわかるのです。もう一人、下女のおもとという三重女がいました。狂犬な相模者で恐ろしく元気そうですが、平次が名代のおかっぴきと聞いて歯の根も合わないほどガタガタ震えております。こんな女に素直に物を言わせるのは平次も楽な仕事ではありません。もっとも問いも答えも何の変哲もなく、主人の善五郎が飼い犬に手を噛まれるとも知らずに、おもよにばかり目をかけて自分をあまり良くしてくれなかったことなどをくどくど言うだけのことですが、最後に、ゆうべ旦那は蚊帳をつったかい。平次の唐突な問いに対して、二三日つらずにいましたが、この辺りは山の手でもやぶっかの多いところで、やはり秋の蚊が出てくるから今夜は釣ってみようとおっしゃって。で、釣り手はいっぱいになっているが中たるみがしていけないから中釣りをしたい。もっとも投げしへ釘を打てば何でもないが、それではうちがたまらないから、欄間から鴨居へ紐を一本通してくれとおっしゃって、私は萌木の細い紐を見つけて通してあげました。もっとも蚊帳は後で思うように釣らせるからいいとおっしゃって、私はそのまま下がりましたが。お元の話は妙な方へ発展していきます。その紐はこれかい。平次は八五郎の拾った萌木の紐を見せました。ええ、それですよ。おもとは大きくガテンガテンをしました。もう一度吉兵衛に会って宗形家の心象を調べると、貸金はざっと3000両、辞書佳作が方々にあった上、店の有金は1500、600両。これはほんの概算ですが、まず浪人上がりの金貸しとしては、お難度町の悪五郎と言われただけのことはあります。第4章。親分、やっぱり殺しでしょうね。家の外を一回り、急所急所で足を止める平次へ、追いすがるようにガラッパチは言うのでした。わからねえよ。平次は何か他のことを考えている様子です。へえ、すると下手人は？まるっきりわからねえよ。おめえはどう思う？平次は八五郎に水を向けます。あっしはやはり有峰なんとかの助が殺したんだと思いますよ。この通り主人の寝間の方に男下駄の歯の跡があるじゃありませんか。八五郎は縁の下の柔らかい土に記されたおびただしい跡を指さしました。念入りに証拠を残していったじゃねえか。その上、タバコ入れか印籠を落としていくと申し分はねえんだが。おや、こいつは何でしょう。ガラッパチは靴脱ぎの間へ手を入れて、怪しげな紙入れを一つ取り出しました。元は立派な縫いつぶしだったでしょうが、色もあせ、糸もほつれて見る影もなくなっている上、中はひっくり返しても叩いても何にも出ないという恐ろしい空っぽです。こいつは誰のだ。気付きてくれ。よし。八五郎は飛んで行きましたが、間もなくそれは町内の貧乏な浪人者、有峰杉之助の品と聞き込んで帰ってきました。その有峰とかいう浪人者に会ってみようか。
平次はようやくそんな気になった様子です。そうこなくっちゃ面白くねえ。喜んだ八五郎、平次の後について手を揉んだり額を叩いたりしております。大層思いの肩を持つようだが、お前は昔からあの女を知っているのか。へへ、ほんの少しわかり。へーへーじゃねえよ。知っているなら正直に白状しておくがいい。後で尻が割れるとうるせえぞ。平次は決めつけました。尻なんざ悪いかありませんよ。わしは何にも関わり合いがありませんから。関わり合いは大げさだな。一体どっから這い出した女なんだ。どうせただのネズミじゃあるめえ。ご主伝おもよ、およぶん知りませんか。なに？ご主伝おもよ？あれがご主伝のおもよの化けたのか。へえ。平次が感嘆したのも無理はありません。ご主伝おもよというのは、一時深川の岡場所で鳴らしたしたたか者で、大名の留守居や浅木浦の工面のいいのを悩ませ、一枚釣りにまで歌われた名題の女だったのです。もっとも今じゃすっかり堅気になって宗像善五郎の奉公人同様に働いているが、旦那が殺されたと知って指をくわえて引っ込んじゃいられねえ。ご自然思いよの一生の仕事締め、恩になった宗像の旦那のためにせめて堅を打ってあげてえと涙を流して頼みましたよ。それでおめえが乗り出したのか。え、へえじゃねえよ。早くそう言ってくれりゃ歓迎を回ったのに。だって宗像善五郎は殺されたには間違いねえでしょう。まあいいや、乗りかかった船だ。しばらく思いの思うままに踊ってやろう。おや、もう有峰杉之助とかいう人の老宅じゃねえか。平次は八五郎を顧みて戦闘準備を促しました。仕事は第二弾に入ったのでしょう。第五章。有峰杉之助は拙者だが、御用の筋を。35、6の、まだ壮年の武士でした。酒焼きも髭も少し伸びましたが、それが武将らしくはなく、細表のなんとなく聡明らしい感じのする浪人者です。あっしゃ、町方の御用を受けたまわる平次と申す者ですが、旦那は何ですか。あの宗像善五郎様とはご婚意で。平次はさりげなく探りを入れます。昨夜死んだそうだな。お気の毒な。昔は同伴であったが少しも別婚ではない。往来もなさいませんので。しないよ。向こうは不徳人、私は貧乏人。付き合う方が不思議なくらいだ。有峰杉之助は面白そうに笑うのです。秋の一重がひどくしぼたれて、調度のないがらんとした住まいはコオロギの調量に任せた姿です。旦那はずけずけ申しますが、あの宗像様を恨んでいるようなことはございませんか。恨んでいるよ。ええ。平次は少し度肝を抜かれました。杉之助の言葉が予期以上に唐突で正直だったのです。恨んでいる司祭は気の毒だが話せない。杉之助は口をつぐみました。貧しい住まいですが、机も本箱も鎧びつも槍もあり、本箱には難しい四角な文字の本がいっぱい詰まっている様子がひどく平次を頼もしがらせます。同じ家中から浪人したにしても、高利を貸して大寝台をこしらえた宗像善五郎とはなんという違いでしょう。それじゃあこれをご覧くださいし。平次は懐中から半紙一枚の遺書を出して有峰杉之助の前にシワを伸ばします。忠義になってから書いた宗像善五郎の乱れる筆跡のうちに、生命に対する根強い執着と有峰杉之助に対する恐怖がありありと読み取れるのです。なるほど、こういった遺書を書く気になったかもしれぬ。宗像善五郎は気の毒な男じゃ。この遺書一つでお気の毒だが旦那は縛られるかもしれません。それより司祭はこうこうと手軽におっしゃっちゃくださいませんか。さよう。有峰杉之助は
なかなか口を開く様子もありません。これをご存知ですか、旦那。平次は縫いつぶしの古い紙入れを取り出しました。知っている、断固拙者の品だ。どこで？宗形善五郎の殺された部屋の前にありましたよ。ああ、無一物の紙入れが一人で歩くとは知らなかったが、そんなことがあるようでは黙っているわけにもいくまい。いかにも宗形善五郎と拙者との関係、詳しく話そう。有峰杉之助はようやく打ち明ける気になった様子です。その話はかなり込み入ったものですが、簡単に言うと、宗形有峰両人とも去る中国の大藩に仕え、小禄ながら安らかに暮らしておりましたが、お蔵番になった宗形善五郎は金銭上のことに不正があり、若い同役の有峰松次郎を杉之助の弟に軟禁されて返答に窮し、松次郎を切って本国を立ち退いたのはもはや10年も昔のことです。弟を失った杉之助は武家としての生活に疑苦を生じ、そのまま禄を捨てて浪人し、宗形善五郎の隠れ住む江戸に来て、同じ町内の手習い師匠などをして、なんとなしに 5,6 年を過ごしました。申すまでもなく、弟御さんの仇を討つつもりで同じ町内に住んだんでしょうね、旦那。平次はたまりかねて口を入れました。いや、それは町人の一応の考えだ。と申すと、弟の仇やこの仇を討つのは武士の作法にないことだ。平氏もそれは気のつかないことではなかったのですが、貴族心の仇、例えばこの仇、弟の仇などを討つのは武士としてはことごとく恥じたもので、どの藩もそんなものには決して助力も便宜も与えないばかりでなく、それは支援として取り扱われ、目的は遂げても刑罰は免れることができなかったのです。宗形善五郎は藩金を渡しし、拙者の弟を殺した憎むべき奸賊ではあるが、拙者にはそれを討つべき名分はない。そこでせめては同じ町内に住んで、悪人の行く末を見極め、せがれが成人の上、古種に帰参のお願いするはずで、今日まで相待ったのじゃ。せがれは当年7歳、あとせめて10年。杉之助の実戒は、筋立って少しの疑いも挟みようはありません。ごもっともで。平次はそれを全面的に肯定して聞くほかはなかったのです。官居になれ、貧乏になれ、読書三昧に打ち込んで、有峰杉之助はもう帰参の望みなどはなかったのかもしれませんが、七つになるせがれのために唯一の出世の機会を待っているのでしょう。おお、杉丸、帰ったか。檻から母親と一緒に帰ってきたせがれ、杉丸を迎えて、杉之助の顔はさすがに寂しそうでした。ただいま戻りました。買い物にでも行ったらしい内儀のおのぶは、杉之助の前に三つ指をついて、それから平次と八五郎に丁寧に挨拶しました。こんにちは。武家の内儀に思いのほか丁寧にあしらわれて、八五郎は少し面食らった様子です。宗形善五郎は昨夕死んだそうだ。自害をしたと言ったな、平次殿。杉之助は平次を顧みます。人手にかかって死んだとも申します。まあ、美しい内儀のおのぶは何もかも事情を飲み込んだらしく、まだ痛い気なせがれの杉丸も顧みて、聡明らしい目をしばたたきます。おもよの取りすましたのと違って、地味の豊かな若々しくも美しい母親です。旦那はご子伝おもよという女をご存知でしょうね。知っている。あれも同国のものだ。今は宗形善五郎のもとにいると聞いたが。そういう杉之助の言葉の続くうち、平次は
難儀のおのぶの顔に動く表情を読んでおりました。そのおもよが宗形善五郎を殺したのは有峰の旦那だというんですが。はかね。一瞬杉之助の顔に激しい表情が動きましたが、簡単を渡るガンのようにその影が去ると元の平静に帰ります。まあなんという人でしょう。散々迷惑をかけた上に。内儀のおのぶはふと舌を滑らせて慌てて口をつぐみました。聡明さがつい女の本能の怒りに破れたという様子です。親分、いよいよわからなくなりましたよ。あの有峰という浪人は人など殺しそうにもありませんね。帰る道々、ガラッパチはこんなことを言うのです。俺もそう思うよ。平次はケロリとしてもう考えている様子もありません。じゃあ誰が殺したんでしょう。誰でもいいじゃねえか。え、俺はもう帰って一杯やって寝るよ。浪人者の氷菓子が首をくくったところで晩酌を休むわけにはいかねえ。市ヶ谷から九段へ出て江戸の夕暮れを眺めながら恋女房のおしずが待っている家へ帰るのです。平次はもう宗形善五郎殺害事件などは考えてもいない様子です。でもご主伝おもよに頼まれたことが気になるのかい。じゃあおめえだけ筆形してこう言うがいい。平次はめぐらじゃねえ。余計な細工をしてとんだ罪を作るのはよした方がよかろうとな。親分、何をもぞもぞしてるんだい。平次を担ごうなんて不貞女にかかり合ってるとおめえもひどい目に遭わされるぞ。え、まだ腑に落ちない様子のガラッパチを残して平次はさっさと自分の家へ引き上げてしまいました。その明くる日、大変だ親分。朝のうちからガラッパチの大変が鳴り込んできたのです。ああ脅かすなよ八。朝の味噌汁が胸に使えるじゃねえか。どこの猫の子が言って五つ子を産んだんだ。そんな話じゃありませんよ親分。市ヶ谷御南戸町のまだそんなところをせせっているのかい。三年あさってもあの殺し屋下手人が出てこねえよ。バカだな親分。そんな話やね。おもよが殺されたんですよ、ゆんべ。なんだと？それ、親分だって驚くでしょう。ご主伝おもよが、あのうちの御南戸の中で、細引きで締められて冷たくなっているんだ。死顔を見ると、あの女には悪相がありますぜ。ガラッパチの報告は、さすがに平次を驚かせました。事件は全く思いもよらぬ方に発展したのです。御南戸町の宗形家は上を下への騒ぎです。番頭に案内させて奥へ行ってみると、美女のおもよは主人の善五郎を殺したという凄まじい細引きで喉を締められ銭箱の山の前にこと切れていたのです。この通りでございます親分さん。場所は亡き善五郎が溜め込んだおびただしい銭箱の前。おもよは細引きで喉を締められて黄金の中に死んでいたのです。おや、八五郎はさすがにこの窮地の女の死骸を見ると緊張しました。今度は外からくせ者が入ったんじゃねえ。何の細工もねえからおめえでもわかるだろう。おもよの追善に一つ本物の下手人をあげてみちゃどうだ。平次はからかいますが、八五郎たった一人で暗慮するとなるとどこから手をつけていいかまるっきり見当もつきません。わかったか八。戸締まりに異常はなく、外には柔らけえ土を踏み荒らした跡もねえから、この下手人はうちの中のものだ。え、足でもそれぐらいのことはわかりますが、おもよが銭箱を開けて見ているところを後ろから忍び寄って閉めたんだ。下手人が近づくのを思うほどの女が知らずにいるはずもねえから、こいつは思うに近い人間で、思うは大して驚きもしなかったと見る方がいい。平次は思うの死骸を前に次第に謎をほぐしてゆきます。すると親分、思うが我が物顔に小判を眺めているところを後ろへ回って首へ
細引きをかけた。前の晩主人の善五郎の首に巻いた細引きだ。おもよはその人間には驚かねえが、細引きには驚いたろう。はっと思うところをぐいぐいと締めた。若くて腫れ切っていて、おもよ憎さにいっぱいになっているから、情けも容赦もねえ。おもよは見事に自分の掘った穴に落ち込んで死んでしまったのさ。自分の掘った穴ですって、親分。そうさ、自分のこさえた筋書き通りの死にようをしたんだ。平次の言う情景は凄まじいが、しかし争う余地のないものでした。おもよのような賢い女が全く予期もしない相手のために、夕べ善五郎の首に巻いた細引きで驚愕と恐怖のうちに苦もなく殺されてしまったのでしょう。おもよの死に顔にこびりつく表情が雄弁にそれを語っているのでした。親分、誰です、下手人は。親分、お化けだよ。え、善五郎の幽霊だな。そんなバカな。いや、本当だ。さあ、ケロカハチ、おもよは悪い女だ。おめえは美しい女をみんな善人だと思っているようだが、こんな悪い女はめったにねえよ。世話になった善五郎の首へ縄をかけたのはあのおもよさ。もっとも善五郎を殺したのはおもよじゃねえ。が、ゆんべの下手人は善五郎を殺したのをおもよと思い込んでやったんだ。さあ、わからねえ。平次の言葉の意味は八五郎にもよくわかりません。番頭も手代もせがれの杵太郎もおりました。朝の光の中にさらされたおもよの浅ましい死骸を前に、平次は静かに続けるのです。はじめっから順序を立てて話してやろう。いいか、八。ええ。主人の善五郎は武家の出だ。金はできたが忠義に当たった。昔自分が殺した有峰松次郎の兄の杉之助は同じ町内に住んでいる。いつ敵名乗りをしてくるかわからねえ。その上、弟の敵を討った杉之助は世間への申し訳、故郷へ帰る名分を立てるために宗像善五郎の旧悪の数々を言い立てるに違えねえ。それが善五郎には何よりつらかった。その有峰杉之助の刃を不自由な体でどうして防ぎきれよう。善五郎はそう考えた。その考えをそばから焚きつけたのは、近頃善五郎に愛想を尽かしながら何千両という金に敷かれて飛び出しもならずにいたおもよだ。おもよの弁舌に焚きつけられて善五郎の恐怖は募るばかり。とうとうおもよの言うままに、非業に死んだら有峰杉之助を調べてくれという書き置きを書いて渡した。これは決して俺のこさえた筋書きじゃねえ。いちいち証拠のあることだ。宗像善五郎は恐怖と心配とでとうとう死ぬ気になった。せがれ以上ぐらいは書いたかもしれねえが、それは気の回るおもよが隠したことだろう。忠義で手が震えるから武家の出でも刃物の違いはおぼつかねえ。そこで下女の表に頼んで蚊帳の中吊りだと言って細い紐を鴨居に通してもらい、その紐の端に赤いちりめんのしごき、死んだ娘の形見を出して結び、紐を引いてしごきを欄間にかけた。ええ、そのしごきでくびれ死んだのを明くる朝おもよが見つけ、自害じゃ面白くねえことがあったんで敷き下ろしてしごきを解き、その時しごきの端に縛ってある細紐まで解いて押し入れへ投げ込み、別の細引きを出して死骸の首に巻きつけ、人に締め殺されたように見せかけて縁の外に男下駄の跡までつけた。なるほどね。ガラッパチは平次の説明にすっかり圧倒されましたが、それよりも驚いたのは番頭手代せがれの杵太郎などでした。その時みんなが駆けつけて、主人が人手にかかって死んだと知れては厄介だから、後の面倒がねえように首の細引きを解き、手近の押し入れにあった赤いしごきを出して首に巻き、もう一度自殺にこしらえた。
世間も剣士もそれで済んだが、おもよが俺のところへ来て、俺と八五郎が乗り出すことになったから、話が少し厄介になった。俺が来てみると、死体を見つけたとき首に細引きを巻いていたと、おもよは言うが、死骸の首の縄の跡などというもんは、容易に消えるもんじゃねえ。善五郎を殺したのは、間違いもなく、しごきだ。鴨居にはそれをかけた跡があり、ちりめんのしごきの端には、萌木の紐を結んだ跡まで残っている。下女のおもとの話を聞いて、俺は何もかも読んじまったよ。おもよが、有峰杉之助に罪を着せようとしたのはどういうわけでしょう。ガラッパチの疑いはもっともでした。おもよは、有峰杉之助を憎む筋があったんだ。昨日の話の中に、そんな口ぶりのあったのを、おめえも聞いたはずだ。それに、おもよの話をした時の、有峰杉之助のお内儀の顔は容易じゃなかった。あんな慎み深い武家のお内儀が、あれほど顔色を変えるのは容易のこっちゃねえ。へえ、なるほどね。おもよは、有峰杉之助を下心にして、存分に思い知らせてやりたかったんだ。ところで、おもよを殺した下手人は親分。ガラッパチはようやく結論を引き出すことができたのです。この中にいるはずだ。昨日の朝、おもよが主人善五郎の首からしごきを解いて細引きを巻きつけているところをちらっと見たものがあるに違えねえ。それは多分下女のおもとだろう。下女のおもとは慌ててからかみの陰に顔を引っ込めました。おもとはそれを黙っているはずはねえ。日頃おもよを憎み続けてきたから、きっと誰かに言った。俺にはその相手もよくわかっている。その相手はおもよが主人の首に細引きを巻いていたと聞いてカッとしたのも無理はねえ。夜になっておもよの様子を見ていると、ここへ入って銭箱の蓋を開け、我が物顔に小判を眺めて喜んでいたから、もう我慢ができなかった。いきなり飛び込んで、ちょうど押し入れに投げ込んであった因縁付きの細引きで殺してしまった。平次の論告は終わりました。親分、その通りです。少しの違いもありません。私を縛ってください。あの女に、親を殺されたと思い込んで、私はおもよを殺しました。平次の前に這い寄るように自分から両手を後ろに回したのは、せがれの杵太郎でした。おめえさんは何を慌てるんだ。親旦那は首をくくって死んだ。召使いのおもよは、それを悲しいと言って、あくるし、首をくくって死んだ。あっしはそれを見届けに来ただけじゃねえか。なあ、八。平次は静かに立ち上がりざま、あっけに取られている八五郎を顧みました。その通りだ。それにちげえねえ。親分、えらい。八五郎は宙に泳ぐようにそれに続きます。ありがたい、親分。力も勢いも抜け果てたように、杵太郎はぺたりと座って二人の後ろ姿を伏し拝みます。それじゃあ帰ろうか、八。親分、見てきてください。こんな商売をよして、私は裸になって出直しますよ。杵太郎の声はその後ろに追いすがります。平次はそれには答えませんでした。まだ昼には間のある明るい秋の往来へ飛び出すと、何もかも忘れてしまったように黙りこくって家路を急ぎます。野村鼓動作、銭形平次取り戻控えより、遺書の罪、全文読み切り、書室オール読み物、昭和15年1940年10月号より。はい、ご視聴ありがとうございます。
第一章、ガラッパチの八五郎はぼんやり日本橋の上に立っておりました。御用は大暇、懐は空っぽ、実手を突っ払かして廃地にありつくほどの悪気はなく、この間痛めたばかりの銭形の親分のところへ行って少し借りるほどの肝も据わりません。夕映えの空にくっきりと浮いた富士を眺めながら、歌にも徘徊にも縁の遠い思案をしていると、往来の人はじろじろ顔を見て通ります。どうを面食らっても身投げと間違える気遣いはありませんが、その代わり有形のせわしい往来の邪魔になることは受け合いです。およガラッパチはがん首を上げました。自分の足元に何両が一枚チャリンと小さい音を立てて踊ったと思うと、目の前をすれすれに一丁のカゴが通ります。ガラッパチはそいつを拾って無意識にカゴを追いました。間違いもなく何両はカゴの中から落ちたものだったのです。ちょいと若いし、ガラッパチはそう言いかけた声を飲みました。カゴを追うともなく橋を渡って南へ、考察場の前へ来ると、またもカゴからチャリンと一枚。お拾ってみると今度は小判が一枚。この山吹色の小判がカゴを担いだ後棒の注意も引かず、折るような往来の人の目にも触れず、二三軒後から追っかけたガラッパチの手に拾われたのは、全く奇跡に近い偶然でした。いや、偶然ではなくて、それは後ろからつけてくるガラッパチを目当てにわざと拾わせるつもりで落としたのかもわかりません。しかし小判一枚となると八五郎ならずともそれは大金です。夕日にキラリとするのを指につまんで高々と宙に振りながら、ガラッパチは思わずカゴの後を追いました。当然それは深々と垂れぼぼろしたカゴの中の客に返さるべきものだったのです。待ってくれ、そのカゴ待ってくれ。慌てて駆け出したガラッパチの足元へ、その軽率をとがめるようにからりと落ちたのは、その頃の下町娘が好んで刺したつまみ細工の美しい櫛ではありませんか。ガラッパチは完全に封じられてしまいました。カゴの中からは明らかにガラッパチの注意を促すために手当たり次第に物を捨てているのでしょう。そうでもなければ何両と小判と飾り櫛はいかにも取り合わせがへんてこです。中橋から南天満町へ来ると指紋線が一枚コロコロと転がり落ちました。カゴの中の客も少し懐が怪しくなったのかと思うと、京橋を渡ったところで落としたのは二分金が一枚。カゴはそんなことに構わず、夕暮れ近い江戸の町をひたひたと急いで芝口から宇田川町へ浜松町へと差し掛かります。人足は次第にまばらになって、八五郎もあまりカゴのそばへは寄るわけにはいきませんが、中から落とす品は青線になり、小粒になり、かんざしになり、五丁に一つ、三丁に一つの割合で絶えず八五郎の注意を引きつけるのでした。金杉を渡って芝田町へ差し掛かると、懐鏡が一つ放り出されたのを最後に、カゴはピタリと止まりました。が、カゴのそばについていた若い男が何やらカゴ屋に耳打ちをすると、そのままカゴを上げて銀ねず色の夕もやに包まれた暮れの町をひたひたと急ぎます。その頃から八五郎の追跡も一段と熱を加えて、もうすきっ腹も疲れも忘れておりました。高輪北町へ差し掛かった頃はすっかり暗くなりましたが、カゴは明かりも入れず、ただひたむきに急ぐばかりです。往来が暗くなったせいか、
カゴからはもう何にも落ちません。お、やろう、挨拶をしろ、いきなり下に突き当たって。それは全く不意でした。宝禅寺門前あたりから飛び出した遊び人風の男が一人一生懸命に先を急ぐ八五郎にドカンと突き当たると、いきなり火のつくような剣突きを食らわせるのです。勘弁しねえ、過ちはお手上げだ。八五郎は軽くあしらって一歩踏み出しました。兄は過ちはお手上げだよ。あっちから突き当たってよくもそんなことを言いやがる。これでも食らえ。パンパパンとガラッパチの方は鳴りました。小気味のいいほど手の速い男です。やろう、殴ったの。もたもたとつかみかかる八五郎。殴ったがどうした、大変僕め。続いてまた四つ五つパンパパンと打ってくる腕を辛くもひっつかんでガラッパチ得意の力技になりました。畜生、食わしてくれよ。相手はしかし恐ろしい早技でした。八五郎の胸ぐらをつかんで往来にひっくり返ると仰向きになりながら手と足とを働かせて動きの遅い八五郎をめちゃめちゃに悩ませます。ええ、うるせえ野郎だ、これが見えねえか、小用だぞ。持て余し抜いた八五郎はとうとう懐から十手を取り出してこの厄介な挑戦者に見せるほかはなかったのです。お、触っちゃいけねえ。相手はいっぺんに兜を脱ぎました。十手を見ると一も二もありません。八五郎の胸ぐらを離すと一足飛びにどこともなく姿を隠してしまったのです。なんて野郎だ、いやいやし。八五郎は大下口を二つ三つ誇りを払って籠を追いましたが、その時はもう肝心の籠はどこへ行ったか分かりません。諦めかねた八五郎はそれでも追っ手を緩めず品川へ入って八新宿から南本宿まで飛びましたが、見覚えの籠は影も形もなく、ひしひしと身に迫るのは噛みつくような空腹感です。第二章。親分、これなんと判じたもんでしょう。ガラッパチの八五郎は銭形平次の前へ前夜日本橋から芝田町までの間に拾った南梁、小判、飾り串、指紋銭、二分金、かんざし、懐鏡と畳の上へ並べていったのです。なんでそら。平次もつい起き上がりました。縁側に波乱灰になって蟻の作業を眺めながらタバコを吸っているところへいきなりガラッパチがこの半地物を持ち込んできたのでした。足にはわかりやせんよ、親分。どこで知らってきたんだ。まさか淡島様のお堂をかき回したんじゃあるねえな。そんな立ちの悪い方は知らせんや。こいつは日本橋から高輪の方へ行った顔の客が落としたんで。へえ、面白そうだな。詳しく話してみな。平次も乗り気になりました。指紋銭と小判に挟まれてつまみ細工の櫛や平打ちの銀かんざしや、その頃の世界ではこの上もない贅沢だったギアマンの懐鏡が妙に感傷をそそります。こういうわけですよ、親分。ガラッパチは昨夜の経験をこまごまと語りました。食らいつくような熱心さでそれを聞き入る平次。それからどうした。仕方がねえから品川からとぼとぼと歩いて帰りましたよ。親分の目だが枝は広いね。何やつまらねえ。だってうちへたどり着いたのは四つ近い刻限でしょ。気がついてみると昼から何にも食わなかったんで、いや腹が減ったの減らねえな。ガラッパチは頬をへこまして見せるのでした。相変わらず一文なしか。お察しの通りで、帰ったら親分にカルテケースとしてしろった南梁で夜泣きそばの暴れ食いでもしようかと思ったが、怖い顔なんかしちゃいけません。こいつは思い止まりましたよ。南梁の表は定義同じだし二種に通用することに変わりはねえが、しろった金で腹をこさえちゃ懐の実手にすまねえ。呆れた野郎だ。一文なしで江戸の町を歩く御用聞きがあるのか。
いつどこへ飛ばなきゃならねえかわからねえじゃねえか。はい、すみません。ガラッパチはぴょこりとお辞儀をしました。しかしそいつはとんだ面白い話になりそうだ。箱が止まったのは芝田町に間違いやるねえな。田町四丁目辻番の手前で、あそこの出服は大きくてうまい。バカだな。それから変な野郎が喧嘩をふっかけたのは当然じまい。高菜は赤町で、あの辺りには洒落た掛け茶屋がある。そこで長い間揉み合ったのか。なに、ほんのタバコ一服の間でさ、ポンポンポンといきなり四つ五つ引っ叩いて引っ組んで転がって。ガラッパチは仕方話になりました。起き上がってみるとカゴがいなかったんだね。それとも暗くて見えなかったのか。あの辺は海沿いの一本道でさ、日が暮れだって一丁や半丁の見通しが聞きますよ。横道へ入ったのかな。そんなことかもしれません。とにかく向こうから来るカゴはあったが、こっちから行くのは一つもなかったんで。ちょいっと待ってくれ。その向こうから来るカゴというのは当然寺前であったのか。散々揉み合った野郎が逃げたんで、立ち上がって改めてカゴを追っかけると、ちょうど品川の方から逆に町カゴが一丁飛んできましたよ。バカ野郎。え？不意のバカ野郎を食らってガラッパチはキョトンとしました。叱られる意味がわからなかったのです。そのカゴだよ。え？おめえにつけられてると知って仲間に喧嘩をふっかけさせ、面食らって組落ちをしているうちに通り過ぎたカゴがくるりと向き直って引っ消してきたのさ。へえ。カゴは多分芝田町あたりまで行くはずだった。その証拠には高輪まで行った自分は足元が怪しいほど暗くなっているのに提灯もつけなかったと言うんだろう。その通りですよ。おめえを巻くつもりで一度止めたカゴをぐんぐん先へ乗させたんだ。カゴの中から小判や小粒やかんざしまで落とされて知らずにいるはずもねえし、後をつけるおめえの顔は目立ちすぎるから誰だって岡っ引きに狙われていると気がつくよ。へえ、そんなもんすかね。ガラッパチは長い顎をブルンと撫でるのでした。神田から日本橋へかけて、この顔を知らない者は江戸っ子のもぐりみたいなものです。最初にカゴを止めた芝田町の辻番のあたりがくせえ。そのあたりへつけるつもりだったんだろう。そこで女の一番大事な懐鏡を落として、その先は何にも落とさなかったのは変じゃねえか。そういえばそうですね。銭形平次の推理の的確らしさに圧倒されて、ガラッパチはただもううなるばかりでした。何か容易ならねえ匂いがする。仕事になるかならねえかわからねえが、カゴから懐鏡までしてるのはいじらしいじゃねえか。どうしたら相手を突き止められるでしょう。親分、他に手はねえ。カゴを探し出すんだ。カゴか若い氏に何か変わったことがなかったか。そういや一つありましたよ。カゴは四つ手に違えねえが、筋の通った立派な品で、タレを下ろして中はわからねえが、後棒を担いだ若いもんは右の耳たぶがなかったようで。それだけわかりゃあと一押しだ。日本橋か芝か、ともかく飛脚屋と町役人に聞いて、耳たぶのねえカゴ屋を探し出し、どこからどこへどんな人間を送ったか聞いてくるがいい。そんなことならわけありません。八五郎には初めて事件をたぐる糸口がわかりました。耳たぶのねえカゴ屋を探すのはわけはあるめえが、心づけがうんと出ているだろうから、口を割るのは容易じゃあるめえよ。甘く見てしくじるな。大丈夫ですよ親分。八五郎は懐の十手をトンと叩いて、一三に事件の真ん中に飛び込みます。第三章。それから三日目。ああ驚いたの驚かねえな。ガラッパチの八五郎は曲げ節を先に立てて転がるように飛び込んできました。何驚くんだよ。三日に一度ぐらいずつその調子で飛び込まれると俺の方が参るぜ。おめえと付き合っているとつくづく寿命の毒だと思うよ。
うつらうつらと、三尺の庭にも陽炎の舞う昼下がりでした。金蔵子も出して黒宝眼義経かなんかに憧れていると、いきなりこの侵入者です。まったく寿命の毒ですぜ。だから武家は付き合いきらに。大丈夫、足の首は繋がってるでしょうね。見てくださいよ、親分。八五郎はピタピタと自分の首を叩きながら続けるのでした。無礼者を手打ちにする、そこへ直れと来た。面白い、見事に切っておくんなせ。切られて明け血が出なかったら、大和色にかなんかで靴脱ぎの上へ尻をまくると、いきなりピカリと来た。いや、驚いたの驚かねえの。生垣を突き破って逃げ出すと、芝から神田まで街角を曲がるたんびに、たかやきと顎を押さえて一目散に飛んできましたよ。うっかり眼首が胴体から離れてポロリと落ちたしにゃ、焼き継ぎは効かねえ。バカ野郎、なんという慌てようだ。抜き身で脅かされて逃げ出して、懐の十手の手前に済むと思うか。それがねえ、親分、相手が悪いんで。何しろ1200石のお旗本、佐野元目様。それがどうしたんだ。筋を通してみるがいい。こうなんだよ、親分。ガラッパチの話は長いものでしたが、かいつまんで言うと、芝田町四丁目の旗本佐野正元というのが、先年亡くなって跡取りの元目というのは28歳になるが、芝一円知らぬ者もないバカ殿様、将軍家へのお目見えも病気と処方してのびのびになったまま、重役方に手鶴をたぐって、どうやらこうやら家督は仰せつけられましたが、あまりの低能ぶりに武家方からは嫁のくれてもありません。五尺八寸ののっぽで、顔は臼のようにでっかく、28歳で青花を2本たらそぼという抜群さ。それが何の因果か、行儀見習いに上がっているおこしもと、お袖という娘に執心して、どうしても嫁に欲しいと言い出したのです。お袖は驚いて自分の家へ逃げ帰りました。これは日本橋通り三丁目の勝沙屋という糸屋の一人娘で、歌の文句にあるような綺麗さ。佐野元目は苔の一心で、死ぬの生きるのという騒ぎを起こしたのも無理のないことでした。佐野家からはあらゆる条件を提示し、一橋をかけての掛け合いが始まりました。上総屋の亭主吉兵衛は娘のために必死になって断り続けましたが、佐野家は一人息子愛しさに、元目の母親おいくが用人木原伝之助を特例して、あらゆる手段を尽くしての談判です。最初は約束の年季が明けないのに、夜逃げ同様屋敷を抜け出したのがけしからぬという言いがかりでしたが、近頃はお袖に預けた古室の茶がけ一軸と堀三島の松の葉の光合が奮実したから、それを返すかお袖を引き渡すかという合談になりました。あまり無法な掛け合いに、上総屋吉兵衛自身で佐野家へ出向きましたが、これはそれっきり帰らず、5日経っても7日経っても消息のないところを見ると、用人木原伝之助に殺されたのかもしれません。その上、今から3日前の夕刻、父親のことを心配して元白金ちょぼのおちのところまで祖母団に行った娘のお袖は、帰り道不思議なかごに乗せられて、どこともなく連れて行かれたという騒ぎです。あっしがつけたな、その娘、お袖を乗せたかごだったに違いありません。耳たぶのねえかご屋の又六という男を芝で探し出し、実手を見せて聞くと、あの日うんと駄賃をもらって日本橋から娘を乗せ芝田町四丁目まで行く約束で飛ばすと、後をつけるものがあるので高輪まで伸ばして田町四丁目まで引っ返したにちげえねえと白状しました。かごをつけたのは佐野家の裏口、
娘は騙されて籠を乗ったと知ると、初めのうちは少し騒いでいたが、佐野家へ着くと観念したものか、しおしおと歩いて裏口から入ったそうですよ。父親に会わせるとかなんとか言ったんでしょう。またろくもそんなことを言ってました。ガラッパチは一気に便じました。それで驚いて飛んできたのかと平次。そんなことには驚きやしません。弁天様の申し子のような娘を28の日本坊にやっちゃあんまりもったいねえから、わしが上総屋のお上に会っていろいろ相談した上、娘のお袖には許嫁の約束があり、近いうちに祝言させることになっているから、嫁にあげるわけには参りませんと掛け合った。その掛け合いに行ったのは、あっしと上総屋の番頭の正七という親父で、この男は勘定のことしかわからねえから、まあ、あっし一人で談判をしたようなもんっすよ。それでどうした？千葉田町の佐野の屋敷へ行って、上総屋の娘を返してもらいてえと言ったが、夜人の木原伝之助というのが、てえんな野郎で、お袖は実家に逃げ帰ったきり、ここへは一度も来ない。夢でも見たか出直せという挨拶だ。ふん、あんまり尺に触るから、あっしは小判と指紋銭と、櫛とかんざしと懐鏡を縁側に並べ、お袖を乗せた籠はこの屋敷へ入ったにちげえねえと言い張った。もっとも証拠はみんな、親分の知恵の受け売りだが、それでも、味噌する用人をぎゅっと参らせたことは確かで。平次もだいぶ面白くなった様子です。すると、それならそれでいいとして、お袖の向こうはどこの何というものだ、こじらいごとはならぬぞ、それを聞こうと詰め寄られた。面白いな。しかし面白くありませんや。番頭の正七は陰謀なことに長兵衛のことしか駆け引きを知らねえ。さあ、なんとか返答せいと、秋出しをひねくられると、青くなって、一句も出ねえ。仕方がねえから、足が引き受けて、一世一代の大嘘をついたねえ、親分。嘘は、みそかが来るたびについているじゃねえか。一世一代もねえもんだ。茶にしちゃいけませんよね、親分。なんと言ったと思います？わしはいきなり、襟を直して、こう正面を切ったねえ。はばかりながら、上総屋お袖の婿というのはこの八五郎でござんすと。バカ野郎、それね、親分だって驚くくれえだもの。向こうはもっと驚いた。しばらくあっしの顔をまじまじと見ていたが、通り三丁目の小町娘の婿らしくねえと気がついたが、無礼者、嘘を申すと手打ちにするぞときた。こうなると意地だ。あっしはいきなり尻をまくって、分かったよ。靴脱ぎに座ったまではいいが、光と来ると生垣を突き破って逃げ出したんだろ。しゃあなねえ野郎だ。だって相手は1200石の旗本じゃ、実手を出したって驚きはしません。こうなりゃ逃げるが勝ちで。八五郎の話は再現もなく飛躍します。第4章、銭形平次はそれから3日ばかり、あらゆる方面に手を回して調べ抜きました。上総屋のおかみ、おしのは、夫の行方不明に次いで、たった一人娘のお袖の誘拐で、暗病人のようになっており、何を聞いても拉致が明きませんが、そのうちから上総屋吉兵衛は、よほどの決心で佐野の屋敷に行ったらしく、手箱の中には、万一の場合のために遺書が用意されてあったということが分かりました。その遺書はかなり突っ込んだもので、自分が帰らなかったら佐野の屋敷で殺されたものと思えとも書いてあり、一人娘のために命を捨てる気になった父親の突き詰めた愛情がにじみ出します。町方からの添え状で辰の口へ行った平次は、そこで佐野家の家督相続にいろいろ手続きの上に不備があり、洗い立てると随分問題になりそうなのを確かめると、いよいよ佐野家を相手に一芝居を打ってみる気になりました。はじ、へ。平次の改まった顔を見ると、
ガラッパチも膝っ小僧を揃えないわけにはいきません。お袖を助けるのは少しばかり骨が折れるが、やってみるか。やりますよ、ヤマン。こんなに骨が折れたって、あんなピカピカする娘を捨てられるもんすか。嘘でも一度は、足の犬付けになった娘だ。相手が悪いから、一つ間違えると、命がけの仕事になるかもしれねえよ。命がけ？親分の命だが、あっしはいつ命に糸目をつけました。はばかりながら、ああ、いい。今度は、ピカリと来ても、逃げ出さねえようにしてくれ。俺は、ふいどころ驚いたんで、覚悟さえ決めてかかりゃ、ミサするようになんかに、忘れるんすか。その気でやっつくれ。うっかりすると、お袖の命も危ねえ。歌にまで歌われた、通り三丁目の糸屋の娘だ。28のバカ殿様と一緒にされるぐらいなら死ぬ気になるかもしれねえ。なるほどね。今までもあの佐野という屋敷で腰元が 2,3 人死んでいる。赤殿様のおもちゃにさせるにしちゃ人間の命はもってえねえ。よいしょ親分。八五郎の血はふつふつと高鳴ります。話はこれでまとまりました。その晩銭形平次は籠をつらせて芝田町四丁目の佐野家の裏門に乗り込んだのです。頼む。誰じゃ。町方の御用を受けたまわる神田の平次と申す者でございます。御用人木原様がお入り用の品を持ってまいりました。お取り次ぎを願います。しばらく待つように。門番が顔を引っ込めました。それからざっと四半時ばかり、いい加減しびれの切れた頃、くぐり門をぎいっと開けて、庭先へ通らっしゃい。門番は恐ろしく憲兵づくに案内します。1200石取りの屋敷というにしては場所柄決して広くはありませんが、庭にはもう桜が咲いて夢見るようなおぼろ月が照らしている風情でした。第五章。町方の者に用事はないはずだが、一体何を持ってきたと申すのだ。縁側に出たのは用人木原伝之助、四十五六の存分にしたたかな感じの男が、庭から回された平次と八五郎を見下ろしました。ご用人様はこの男を手打ちにするとおっしゃったそうで、改めてあっしが連れてめりやした。どうぞご存分になすってください。なんという八、覚悟はいいな。この通りで。ばらりと肌を脱ぐと、いつの間に用意したか一尺五寸ばかりの大のしを肌守りの紐にくくって背中に斜めに背負っているいたずらっ気の八五郎です。こんな慌てた野郎でございます。八五郎といってあっしの子分で、これでもお上の十手取り縄を預かっておりますから、ご成敗になれば届け出なきゃなりません。ちょいっと一筆こうこうこういうわけで切ったとおしたためを願います。もっとも辰の口の目付衆までご当家からお届けくだされば、町奉行所の方はあっしが口で申してもことが済みます。なんと申しても吹けば飛ぶような野郎でございますから。平次はきっと見上げました。平次とやら、お前は当屋敷を譲りに来たのか。木原伝之助は静かに抑えました。とんでもねえ。あっしはこの野郎を差し上げて、改めて上総屋の娘お袖を頂戴してまいります。上総屋の内儀から書面をもらってまいりました。ならぬと申したろ。と木原伝之助、そんなことをおっしゃるはずはございません。上総屋の娘は上総屋の娘で、お武家方へ行儀見習い奉公に上がったもので、年季も前職もあるわけはございません。個室の軸物とか三島の皇后とか、いずれくず屋かなんかで探してお返しいたします。へっ、黙れ無礼者。木原伝之助は一喝しました。脅かしちゃいけません。上総屋の婿になって首を切られたり、抗議をかけ合いも何もねえ。本当にあったやらなかったやら分からねえ品物がなくなったなどと因縁をつけられて、娘をかどかされちゃ町人がかないません。へ
たまらないか。ここをなんと来れる。地獄の一丁目でしょうな。来れ。抜いた一刀をピカリと来ても平次は驚く様子もありません。もう一つ上総屋吉兵衛の手芸をいただいてみりましょうか。なんという。娘を無事に戻したさに滅多た吉兵衛、それをしばらくにした夫人だけでもお前さん腹を20-30切ってもおつくめぜ。吉兵衛は家を出るとき立派な書き置きを書いている。そればかりじゃねえ、この屋敷の長屋で殺されかけた吉兵衛が消し炭で書いた手紙を外へ放ったとは気がつくめ。吉兵衛が殺されても精一杯の仕事をしていったおかげ、はばかりながら死の和役の笹野様というものの分かったお方が吉兵衛の書いた2本の石を持って大目付のお役宅に行っておられる。本番中に娘のお袖とこの平次が無事で帰らなきゃ、明日は辰の口で佐野家取り潰しの願いが取り上げられるんだぜ。おいご用人、どうしてくれるんだい。消し炭の書き置きは吉兵衛が殺される晩表門を長屋のしだり三つ目の窓から掘ったのさ。どうだ、驚いたろ。嫁が欲しきゃ尋常に手順を踏むがいい。1200石の殿様が町娘を手ごめにして済むと思うか。今までにもその手で三人も腰元が死んでいるじゃねえか。その上ご当主は病気といって将軍家お耳へも伸ばしてあるそうだが、将軍様が仕留め佐渡の殿様をご覧になったらどんなことになると思う。風天は家督になるかならねえか。どんな手鶴をたぐって家督を継いでもこいつが知れるといっぺんにお取り潰しだ。吉兵衛の遺書と一緒にその司祭を大目付衆まで夜の明けねえうちに届け出る手はずができているんだぜ。どうだご用人、やさ木原さん。平次はひたひたと傘にかかりました。火のような熱弁です。恐れ入った。平次殿。木原伝之助は虚勢を失って畳の上に崩れると、次の瞬間一刀を引き抜いてガバと腹に突っ立てたのです。お、もっと。驚く平次、ガラッパチ。いや、一もっとも、みんなこの木原伝之助の至らぬからだ。お袖は返して死んでる。ま、その代わりこのいきさつはみんな内分に願いたい。佐渡家のため。木原伝之助は明けに死んだ手を挙げて片手拝みに拝むのです。一番武将母でこの上もないしたたかな顔をした木原伝之助はこの上もない忠義者と知って、平次もしばらくは二の句が告げません。300年も伝わる家がご祖先の武名を守るためには良い世継ぎを得るほかはない。武家方から良い嫁を迎える道のなくなった上は、長家から優れた娘を入れるのがこの木原伝之助の忠義、佐野家を起こす唯一の道であった。吉兵衛を手にかけたのはほんの雪がかりからだが、元はやはりこの木原伝之助が至らぬからだ。若殿をお身の上ばかり案じて、亡くなられた先祖の沢やこの上はただよい嫁女欲しさにお祈りを忘れて苦労を遊ばす皇室様のご安心のために、この木原伝之助は三人まで美しい腰元を生贄にし、その上勝佐や吉兵衛を手にかけた夫人、この上もない仕打ちが、報いがなくて済もうか。死ぬ身は少しも惜しまぬが、そのため佐野家に万一のことがあってはご先祖様にも愛すばない。平次殿。手負いは苦しい息の下から忠情を訴えて、ひたむきに平次を拝むのです。そればかりではありません。縁側の障子の隙間からは泣きずれた白髪頭の老女が頼み少ない姿で拝んでいるのが平次の目にまざまざと映るのでした。お袖をかごに乗せて帰る平次、この時ほどしおれているのをガラッパチはまだ見たこともありません。
そっとたもとを引いて、おやぶ、慰め顔に差し覗く八五郎に、ほら、とんでもねえことをしちまったよ。あんな忠義な四人を殺さずに済ます工夫もあったろうに。平次は籠の方をはばかりながら言うのでした。でも仕方がねえじゃありませんか。向こうでも仕方がなかったのさ。由緒のある主人の家を建てていくために、母親にしては自分のたった一人のせがれに人間らしい生活をさせて夫の家を絶やさないために。でもそいつは間違いでしょ。そのために人まで殺しちゃ。ところで親分、吉兵衛の消し墨で書いた遺書が本当にお長屋の格子の外に落ちてたんですか。嘘だよ。吉兵衛はあの屋敷の中で殺されたに決まっているが、母屋で殺すはずはねえから、多分用人の長屋に連れ込まれたに違いあるまいと見込みを立てたのさ。殺される前に少しくらいの隙がありゃ、消し墨の遺書ぐらいは格子から放るだろうじゃねえか。そこまで見当をつけて言うと木原伝之助はぎょっとしたらしいよ。へえ。ガラッパチも呆れました。日頃の平時にないトリックです。だがハチ、おめえはまさか本当にお袖の婿になる気じゃあるめえね。あれは少し綺麗すぎるから用心するがいいぜ。そう言って五六軒先へ行く籠を顎で刺した平次は初めて固い頬をほころばせるのでした。野村古道作、銭形平次捕物控えより、籠の行方、全文読み切り、書室オール読み物、昭和17年1942年3月号より。第1章。親分、向こうの角を左へ曲がりましたぜ。おし、てめえはここで見張れ。俺は向こうへ回って逆に引っ返してくる。平次とガラッパチは近頃江戸中を荒らし回る怪盗、世間で千里の虎というのを、小石川金杉水道町の路地に追い込んだのです。勝ってんだ親分。八五郎が席を据えりゃ、弁慶が目をとざれてきても通すこっちゃねえ。ガラッパチの八五郎は懐から手ぬぐいを出すと、キリキリと寄りをかけております。まだ薄ら寒い2月の真夜中、追う方から言えば意地が悪く月も星も見えませんが、曇っているだけに物の熊が濃くないのは、逃げる者にとっては案外楽でないかもわかりません。無駄を言わずに用心しろ。ここへ追い込みは袋のネズミだ。てめえか俺がしくじらなきゃ逃げられる場所じゃねえ。平次はそう言いながら引っ返して逆に右手の路地を入って行きます。いわば蹄鉄型の長い路地を、一方の口にはガラッパチが頑張り、一方の口からは平次が入っていったのですから、左右の町家のいずれかへ飛び込むより他に道はないはずです。お路地へ入った時、平次は思わず声を出しました。向こうから飛んできたくせ者の姿がちらりと平次の目に入ったと思うと、蹄鉄型の路地の頂点あたりでかき消すように消えてなくなったのです。平次はそのままかけ続けました。お、おやん、なんだハチ子、くせ者の姿がここで見えなくなりましたぜ。おめえもそう思うか。路地へ消えたか、大地に潜ったか、とにかく引っ返さねえことだけは確かで。関所に頑張らずにくせ者の後を追ったのは八五郎の出過ぎですが、その代わり曲者の消えた場所を二人の目で左右から正確に見定めることのできたのは怪我の巧妙でもありました。左側だ。その辺りに人間のくぐるような穴はねえか。
穴はねえが、木戸が一つありますよ。押してみろ。開きませんよ。誰？近づいた平次、粗末な三尺の木戸を押してみましたが、中から三が降りていると見えて、力ずくでは開きそうもありません。乗り越してみましょう。ガラッパチは木戸へ這い上がると、思いのほか身軽に越して、向こう側からガチガチやっております。どうした？手間が取れるじゃねえか。若木が外れませんよ。逃げ道に若木は念入りだね。しばらく押し開けて入った時は、目の及ぶ限り、くせ者どころか野良犬の影も見えません。違いはしませんか、親分。確かにここに追い込んだのは千里の虎だ。間違いはねえ。針が落ちたほどの足音を聞きつけて、おめえを犬っころ投げにして逃げたくせ者じゃねえか。その上、昭雲寺門前からここまで、雲出の細い路地を拾って、あんな具合に飛び込んでくるのは、千里の虎でなきゃ、フクロウだ。二人はそんなことを言いながら、薄明かりの中に、奥まで見通しのきく、フクロウ路地へ入って行きました。フクロウ路地といったところで、一方は寺の高い塀、一方は押しつぶしたような三角長屋が一棟、幅一間ばかりの路地の行き止まりには、隣町の大きい家の裏木戸が一つ。こいつは雇い人の夜遊びを嫌ってか、中からも出られないように、形ばかりですが、錆びついた中型のエビ城が降りております。ハチ、変な路地だね。おめえここは初めてかい？知ってますよ、親分。これは名代の甲信横丁じゃありませんか。はてね。小石川の甲信横丁って、いや、知らねえものはありゃしません。俺は知らねえよ。お猿の石碑でもあるのかい？三軒長屋のとっつきがあんまの竹の市で、その隣は女がいいくせに、無口で不愛嬌で、町内の嫌われ者になっているおめかけのお糸。一番奥が空き家で、それじゃあ見ざる言わざるだけじゃねえか。突き当たりが徘徊の総称で、鬼月堂王国の裏口。徘徊は空っぺただそうですが、金があるのとつんぼなので、その仲間じゃ有名ですよ。なるほど。それが聞かざるか。三猿揃って甲信横丁は、洒落たもんだな。誰がそんな名をつけたんだ？わしじゃありません。当たり前だ。そんな洒落た知恵がありゃ、世間様がおかっぴきなんかにしておくもんか。まるで叱られているようだ。ところで親分、一軒一軒叩き起こしてみましょうか。ガラッパチはそう言いながら、一番手近にある、あんまの竹の市の表戸を叩きました。が、もうかれこれ八つ。容易のことでは起きそうもありません。第二章。一年ほど前から、風のごとく去来する怪盗が、江戸中のおかっぴきを手こずらせておりました。狙うのは大抵非道と名を取った金持ちか、評判の良くない武家屋敷ばかり。取るものは必ず現生と決まっておりますが、不思議なことに一夜のうちに二里も三里も離れた山の手と下町を荒らしたり、たまたま人に追われても疾風のごとく逃げ去って、塵ほどの手がかりも残さなかったのです。千里行って千里帰るという意味で、あれは虎だ、千里の虎だというようになりました。闇の中でも物を見るらしいのと、異常な体力を持っているのと、貧乏人を困らせないのとで、いつの間にやら千里の虎は江戸っ子の英雄になりました。後にネズミ小僧や弁天小僧がやんやと言われたように、少し物好きで少し世紀末的になりかけた当時の人たちに、
千里の虎は一種の人気を持ったのも無理のないことでした。南北町奉行与力同心岡っ引きまで江戸っ子の拍手喝采を聞くごとに躍起となりましたが、千里の虎の超人的な腕と足と目と耳と、それにも増してよく働く知恵にはどうすることもできません。千里の虎もだいぶ増長したようだ。そのうちに自分から進んで餌につくよ。放っておくがいい。去年の秋頃から銭形平次はそんなことを言って、ともすればこの凶賊に挑戦しようとするガラッパチの八五郎を牽制しておりました。でも千里の虎は人気者っすよ。非道な金持ちから取って貧乏人へ恵んでいるというじゃありませんか。八五郎も少しばかり千里の虎に喝采を送りたい方です。たんでもねえ、百両取ったうちから十両を恵んで義賊面が尺じゃねえか。そんな安い運情があるものか。九十両は自分の懐入れてそれでやんやと言われりゃ世話はねえ。一定世間の人が面食いすぎるよ、バカバカしい。なるほどね。金の盗みとでも言うなら買えそうにもなるが、百両二百両も盗んで貧乏人に五両や三両を恵んでいい心持ちになっているような野郎を俺はできれいさ。盗んだ金を恵まれたっていい心持ちのものじゃあるめえ。悪事を働いて人助けをするなんてのはお釈迦様もご存じねえ善根だよ。銭形の平次がこんなに激しい言葉を使ったのをガラッパチは見たことも聞いたこともありません。働いたねえ親分、そんなに腹が立つんすかい。人のものでも取ろうというほどの了見なら一度お仕置きになって地獄へ真っ逆さまに落ち込む覚悟をするがいい。運情のつもりで善根を施す泥棒なんか俺は虫が好かねえよ。そのうちにきっと俺の手で縛ってやるから見ているがいい。嘘だと思うなら構うことはねえ。江戸中へ触れて歩くさ。日頃めったに腹を立てない平次が虫の居所が悪かったものか、こんなとんでもないことを言うのでした。この噂がパッと江戸中に広がった頃から、千里の虎は時々平次をからかい始めました。最初は平次の家のすぐ前、路地の外の酒屋増田屋に押し込んで有金50両ばかりを出させ、ここで待っているから平次を呼んできな。高額のために千里の虎の姿だけでも拝ませてやろうと、でっちをつい近所の平次のところまで使いに出し、平次が店から入ってくると同時に裏口から抜け出して姿を隠してしまいました。二度目は坂本帳簿の両替屋に押し込む一人を平次に知らせ、一晩平次に待ちぼうけを食わした上、平次が引き上げるのと入れ違いに押し入って夜が明けてから120両ほどせしめて悠々と立ち去ったのです。三度目は今夜、平次に警告を出して戸崎町の七両替屋都政伊勢屋に忍び入り、宵のうちに抜け出そうとしたところを平次に裏をかかれて伊勢屋の表裏を厳重に張り込まれ、寺の境内から大番屋敷伝通院の境内を逃げ回った挙句、真夜中過ぎまで追いつ追われつ、とうとう金杉水道町の袋路地へ追い込められてしまったのです。平次が大言壮語したのは、いわば千里の虎をおびき寄せる餌だったことは言うまでもありません。第三章、話は元へ帰って。ガラッパチがやけに叩くと、あんまの竹の市はようやく起き出してきました。
誰だい、今頃戸を叩くのは。仕事なら明日にしてもらいてえが。立て付けの悪い戸を開けて薄明かりの中へ顔を出したのは40前後の大男。汚い寝巻き姿。明かりも何にもないのは目の見えないものの気楽さでしょう。おめえさんは竹の市だね。へえ。平地の高飛車な調子に竹の市は少しムッとした様子です。仕事を頼みに来たんじゃねえ。今しがたこの路地へ飛び込んだものがあるんだが気がつかなかったかい。知らねえよ。何？路地の番人じゃねえ。こう見えても店賃を払って住んでいるんだ。もっとも二つ三つ貯めちゃいるがね。竹の市は単価も切りながらにやりとしました。この一本上司と茶器で界隈の旦那方から可愛がられている男だったのです。大層な異性だね。当たり前だ。夜中過ぎに飛び込んできやがってどじも抜け裏もねえもんだ。竹の市はまたこのシャレに堪能してにやりとなりました。なるほど。こいつは俺が悪かった。勘弁してくんねえ。お上の御用だ。平次は柔らかに言って、薄明かりの中に竹の市の様子を見直しております。ポンポン言うぜ。少しは相手を見るがいい。神田の銭形親分だ。ガラッパチはたまりかねて、横合いから口を出しました。え、銭形の親分さんで、そりゃなんとも愛すぎません。目の不自由な悲しさでとんだことを申し上げました。まあいい、ハチも余計なことを言うな。へえ。今度は八五郎の方がへこんでしまいます。ところでこの路地へ大物を追い込んだが暗くて見当がつかねえ。提灯があったら貸してもらいてえが。へえ。竹の市は家の中をもぞもぞやっておりましたが、やがて小田原提灯一つとネズミの食いかいたろうそくが一塊、それに火打ち道具を添えて持ってきました。ありがとう。目の不自由な人にしちゃいいたしなみだね。おめさん連れ合いよ。平次は火打ち釜を鳴らしながら聞きます。そんなものあれやしません。貧乏なあんまのところへ誰が来てくれるもんすか。そうじゃあるね。おめえさんとんだ金を残しているというじゃねえか。世間じゃそんなことも言うそうですが、とんでもねえ話で。金があれや人様の足腰なんか揉んでいるもんですか。目くら相応の出世でもいたしますよ。平次の誘いに引っかかるともなく、謙遜するうちにも、まんざらためていないでもない口ぶりです。三度の世話は？町内の乗り降りばあさんが来て、こさえてくれますよ。平次はようやく提灯に明かりを入れて、竹の市の所帯へ、一通り目を通しました。表構えよりは小綺麗で、所帯道具も一通り揃っておりますが、家の中はひどく乱雑で、足の踏み場もないといった感じです。お前さんはいくつから目が悪くなったんだい？と平次。中年からの盲目で、勘が悪くて困ります。底日のようだね。へえ。平次は、提灯の明かりを竹の市の目の前へ持って行って左右へ振ってみましたが、瞳は呆然として微動もしません。第四章。それから囲い物のお糸の家へ。ここは叩くまでもなく開けてくれました。ちょっと聞きてえが、先刻この路地へ
追い込んだものがあるが、気がつかなかったかい？聞きましたよ。駆け込んできて突き当たりの鬼月堂さんの木戸をこじ開けようとしていた様子でしたが、内外から締まりがしてあるもんですから、寺の塀へ飛びついて境内へ逃げ込んだようです。無口で不愛嬌と言われるお糸が、思いのほか親切に教えてくれます。27、8の美しい豊島、八つ杉というのに帯まで締めて、瓶のほつれも見せないのは、さすがにいいたしなみです。安頓の後ろから恐る恐る顔を出したのは、下女のお清。見事な恰幅に寝巻きを引っ掛けて震えております。八、行ってみよう。平次は八五郎を促して、もう一度路地の奥へ行ってみました。親分、この塀が人間業で越せますか？崖の上に巡らした黒板塀を見上げて、ガラッパチは舌を振るいました。高さは6尺そこそこですが、崖の高さを合わせると8尺余りで、その上足場のいいところには、用心のために忍び返しが打ってあるのです。平次はうなりました。その忍び返しは外せますよ。え？振り返ると後ろへ、目かけのお糸が立っているではありませんか。町内の子供たちがよく乗り越して遊んでいますが、その木の根の上に登ると、頭の上の忍び返しが三尺ばかり外れるんです。塀の中には古石塔で足場がこされてあるそうですよ。なるほど。そんなこともありそうだ。八、登ってみな。へえ。八五郎は木の根に登って忍び返しに手をかけると、なるほど、そのまま外れて楽々と乗り越せるようにできているのです。八、提灯をやろうか。平次の出した提灯、それを受け取って塀の向こう側を照らしていた八五郎は、親分、古石塔で段々がこさえてありますぜ。おや？頓教な声を出します。なんだ八、手ぬぐいが落ちていますよ、拾ってこい。ええ。八五郎は寺の境内へ飛び降りましたが、しばらくは帰ってきません。どうした八、手ぬぐいを買いに行ったんじゃあるめえな。向こうへ行ってみましょうか。寺の門まで見通しですが。塀の向こう側から八五郎が言います。無駄だ、引っ返す方がいいよ。寺の外は往来だ。くせ者がそのあたりでまごまごしているもんか。へえ。八五郎が引っ返してくるまで、平次のそばにはお糸が心配そうに立っておりました。銭形の親分さん、見苦しいところですが、一服召し上がっていらっしゃいまし。ありがとう。ちょっと休ませてもらおうか。ところで、足尾平次とはどうして気がつきなすった？お隣で御文集が大きな声でおっしゃったじゃありませんか。なるほど、そいつは大笑いだ。種を聞きゃ天眼通でも何でもなかった。平次もついわだかまりもなく笑ってしまいます。親分さん、この路地へ何が逃げ込んだのでしょう。お糸は不気味そうにお清を顧みました。おめえさんも噂を聞いているだろう。千里の虎を追い込んだのさ。え？だが心配することはねえや。千里の虎は非道な金持ちか、評判の悪い武家屋敷でなきゃ荒らさねえから。でも女二人で万一のことがあったらどうしましょう。お清はさすがに怯えきっております。大丈夫だよ。それだけの恰幅なら千里の虎ぐれえは組み伏せられるよ。おめえさんはいくつだい？何？
18?みなしごになって、ご心臓の厄介になってる。そうかい。下女のお清のたくましい体を、平次はつくづく眺めております。親分さん、こんな物騒な晩に、女二人ではとても我慢がなりません。お願いですが、夜明けまでいらしてくださいませんか。お糸は湯を沸かさせたり、座布団を持ち出したり、下女と並べて敷いた次の間の床を畳ませたり、一生懸命引き止めております。夜明けまではあと一時もあるね。へって一休みしようか、八。平次は日頃のやり口に逃げなく、上がり込んでタバコ入れなどを取り出します。親分。驚いたのは空っぱちでした。囲い物などの家へ、夜中みこしを据える親分ではなかったはずです。なんて面するんだい。気に入らなきゃ隣の空き家でも行ってみな。それとも竹の市に腰でも思わせるか。平次は取り合う色もありません。第五章。バカ野郎。一晩俺のそばにいたくせに、とうとうつかめかねたじゃねえか。名御用聞きもねえもんだ。この後は大きな口を聞かねえ方が無事だぜ。あばよ、千里の虎より。こんな手紙があくる日、平次の家へ投げ込まれました。恐ろしい悪筆ですが、相当の文筆を使っているところを見ると、下書きして人に書き直させたか、出なければ左手で書いたものでしょう。親分、職に触るじゃありませんか。こんないたずらなんかしやがって。怒るな、ハチ。こう餌についてくれば締めたもんだ。平次はその足ですぐ下っ引き富坂の勘助を訪ねました。およ、銭形の親分。荒物屋を表商売にしている勘助は、平次とガラッパチの顔を見るとすぐ裏木戸を開けて、狭っ苦しい代わり人目につかないところへ案内してくれます。勘助、他じゃねえがあの甲信横丁の連中をよく知っているだろうね。三度のおかずまで知っていますよ、親分。竹の位置は少し貯めているっていうが本当かい。金のあるような顔はしませんが、だいぶ持っているようです。勘の悪い目黒だが。悪いの悪くねえの、コブばかりこさえていますよ。よくあれで牛にも馬にも踏みつぶされねえこって。あんまはうめえのか。空っぺたですがね、ないない武家方や町人へ金を回して利分を取っているという噂もありますよ。勘助の説明で竹の市の全貌が次第に安全してきます。お目かけのお糸の旦那は誰だへ。これが底辺なんで。底辺の旦那というと。宗匠ですよ。路地の突き当たりの鬼月堂王国宗匠ですよ。かなりの年でしょうが、達者なもんで。勘助はにやりにやりしています。それじゃあ路地へすぐ出られる裏木戸へ牛外から錠を下ろしたな、どういうわけだ。奉公人が夜遊びに出るからというのは口実で、実は宗匠のお上が人形ならぬやきもちで、あんなところから出たのを見つかったら大変なことになるやす。なるほど。だから雲在行くということにして、3日に一度は大通りから大回りにあの横丁にたどり着くんで。町内で知らねえものはありません。面白いな。面白いな、そんなこっちゃありません。宗匠が来ると間もなく若い男がお勝手口からこそこそと逃げ出します。へえ。宗匠が帰る頃、どこからともなく若い男が帰ってくるなどは、
十七文字にはねえ知恵で。半助はすっかり越に行って両手をもみ合わせております。その若い男の素性がわかるかい？そればかりはわかりませんよ。いつでも手脱ぎでほかむりをして誰かに後をつけられたと悟るとその逃げ足の早いということ。それからあの一番奥の家はいつから空いているんだ？もうずっと一年も空いていますよ。もっとも誰か借りて一年分の店賃を前払いにしたまま上方へ行ってしまったという話もありますがね。持ち主は角の米屋で。ありがとう。それだけ聞きゃたくさんだ。平次とガラッパチはそれっきり外へ出ました。第6章。親分、あっしゃあの手ぬぐいが気になってならねえ。寺の方を探してみちゃどうです？俺もそれを考えていたよ。行ってみようか。二人はぐるりと一まぐり寺の表から入って行きました。かなりの伽藍ですが、住職は70以上の浪人、それに小僧はまだ12、3。何を聞いても一向拉致が飽きません。裏へ回って墓場から石灯を積んだ石場のあたり、忍び返しまで調べましたが何の変わったことがなく、ただくせ者がここから抜け出したところで寺の門を通って往来へ出てしまえばどうすることもできないことだけが半然と分かったぐらいのものです。やぶん、ここにも手がかりはありませんね。がっかりするなよ、ハチ。俺には手がかりがありすぎるほどなんだ。へえ。逃げ込んだ木戸へ手探りで若木をかけたり、忍び芸師の外れた場所を知っていたり、そんなことをする人間はどこにいると思う？なるほど。この寺の近所というわけですね。その通りだよ。早速、お隣の鬼月堂総長に会ってみようじゃねえか。二人は、寺の隣に下田屋風の心憎き住まいを訪ねました。耳が遠いから、俗用は召使いの者に、というのを、神田の銭形平次と名乗って、押して会ってもらいました。通されたのは、奥の六畳。型のごとく、瞑想蒸気。そばには、廃所らしいのを取り入れた本箱。前の炉には、釜がちんちんたぎって、絵画の細物の一軸が、後ろにあるといった道具立てで、主人の王国は、茶色の頭巾を深々とかぶり、皮膚を羽織ったまま、口をもぐもぐさせて二人を迎えます。あっしゃあ、神田の平次ですが、ちょいっと伺いてえことがあって上がりやした。挨拶が済むと、平次は早速膝を乗り出しました。さようさよう、結構なお天気で。親分もやはりその道のたしなみが終わりかな？誤飲の外れた声、あまりのことに二人は顔を見合わせるばかりです。そうじゃありませんよ、総長。裏木戸の城のことですが。よく聞こえますよ。裏木戸がどうかしましたか？大きい声だけは辛くも聞こえる様子ですが、つんぼの癖で半分聞こえたのをすっかり飲み込んでしまうので、話の運びの難しさというものはありません。それでもどうやらこうやら、裏木戸の城は2年前に下ろしたまま、一人も開けたもののないということだけは確かめました。それから総長、あのお糸という。女の話を聞こうとすると、そこへ大丸曲げ40前後の恐ろしく若作りな女が出てきました。いらっしゃいまし。私は鬼月堂の家内で。と、お屋敷勤めの昔を匂わせようという。小笠原流の挨拶が始まったのです。こんなのに出られては、平次とガラッパチも引き上げるより他に手がなくなりました。
いずれまたメールやす。今日は急ぎますから。方法の手で立ち上がります。あれ、総称、頭巾のままでご挨拶は失礼じゃございませんか。おかみが大きい声で注意すると、王国総称は、慌てて茶色の頭巾を脱ぎました。その年寄りじみる割合には、ごま塩の毛がふさふさと生えて、金も曲げも思いのほか見事です。挨拶が済むと総称は、くるりと背を向けて、机の上と歯医者に目を注ぎ始めました。食っても出ようとはしない傍若無人さが、よ捨て人らしい気楽なところでしょう。お上に送られて縁側に出た平次は、何としたことか、よく磨き抜いた板敷きに滑って、ステンコロリンと転びました。そこの上障子を一枚見事に押し倒しましたが、下月堂王国総称は振り向いても見ません。これはとんだ粗相をいたしました。どういたしまして、お怪我はありませんか？僧は生まれつきでこんなことは慣れておりますから。平次の恐縮ぶりというものはありません。逃げ出すように八五郎を引っ立てて飛び出してしまいました。第七章。平次はその足ですぐ麹町三丁目の御殿医、梅木淳庵先生のところへ飛んで行きました。その帰り道。八、おめえは、めくらの真似と、つんぼの真似と、どっちが楽にできると思う？平次は妙なことを聞きます。そりゃ、わかりきってるじゃありませんか、親分。それが、一向わかりきらねえんだ。めくらの真似は、目をつぶっているだけでも楽じゃねえでしょ？つんぼなら、聞こえねえふりをしていさえすりゃいい。そうかな。そうっすも親分。後ろでいきなり大きな音を立てられて平気でいるなんてことはできるかな。平次は鬼月堂王国のことを言っているのでしょう。家へ帰ってみると待ち構えたようにまた悪質の手紙が来ております。平次、もう十手取り名をお上へ返せ。俺には歯も立つめ。今日もついそばにいたじゃねえか。心でおめえのバカさ加減を思い知らせるように、今晩は富坂の角の米屋に押し入る。時刻まで教えてやろう。宵の六つから五つまでの間だ。千里の虎より。ちくしょう、今晩こそ思い知らせてやるぞ。平次がこんなに腹を立てたのは、ガラッパチもつい見たことがありません。その晩は全く見物でした。今まで押し入られる先を警戒して、いつでも出し抜かれた平次は、その日は宵から甲信横丁の外、駄菓子屋の店を借りて、張り込むことにしたのです。親分、もう六つ半ですよ。し、二人は半分閉ざした店の障子の間から甲信横丁の口を厳重に見張っております。最初に出てきた人間も捕まえりゃいいでしょう。そうだよ。恐ろしい緊張。二人は思わず固唾飲みました。あたりがすっかり暗くなった頃、目の早い八五郎は平次の肘をちょいっとつきます。甲信横丁の木戸を内から開けて闇の中へスッと出たものがあるのです。御用！飛びついた平次。何をしやがる？くせ者は恐ろしい強力で突き飛ばしました。神妙にしやがれ！後ろから八五郎がガバッと組みつきましたが、この取り物は思いのほか早く片付きました。キリキリと縛り上げて
町の日の差すところまで連れてくると、それは予期した通り竹の市の怪奇な坊主頭です。銭形の親分、悪い冗談だ。あっしをどうなさるつもりで。黙れ。平次は不愛想に決めつけて番所まで引いてきました。平次、千里の虎をあげたそうだが、大層な手柄だ。吟味与力笹野新三郎は我がことのように喜んで待っていたのです。ありがとうございます。思いのほか手軽に捕まりました。旦那、あっしは千里の虎なんかじゃありません。ただのあんまの竹の市で。竹の市は空っ端に突き飛ばされると、そこにあるものにつまずいて土間に座り込みます。千里の虎でなきゃ、なんだってめくらの真似をした。え？ガラッパチも驚きましたが、それよりも驚いたのは竹の市でした。偽めくらとどうしてわかった？平次、それを話してやれ。本人もいつまでもめくらの真似をするのがバカバカしくなるだろう。笹野新三郎はうまいことに気がつきます。めくらでねえ証拠はたくさんありますが、まずうちん中をあんなに取り散らばしているのが変です。めくらというものは、居回りのものをきちんと片付けて何がどこにあるかよくわかるようにしておくものです。なるほど。それからいくら勘が悪いと言ってもめくらです。目開きのお糸が聞きつけたくせ者の足元を聞かなかったはずはありません。この通り目を開いたっきりで、本人は底火だと言っていますが、いつまでも瞳が動きません。動けばじっとあさっての方を見つめています。三番町の梅木先生に行って聞くと、底火で目くらになった人の瞳は物の見定めというものがないから、火にも物の形にも構わずにふらりふらりと動くものだそうです。それから先刻来ようと言っただけで、あっしを平次と知ったのも変じゃございませんか。平次は動きの取れない証拠を上へ上へと積んで行きます。嘘だ嘘だ。めくらはいかにも偽だが、これは良すぎのためだ。目開きのあんまじゃ流行らねえから、少し目の疎いのを思いつきに、めくらの真似をしたまでのことだ。人のものなんか取るような、デーソルター人間じゃねえ。千里の虎なんて、とんでもねえ話だ。黙れ。お、黙らない。銭形の親分ともあろう者が、そんな目違いをして済むと思うか？竹の市は、気違いじみた声を出して、たけり立ちます。それじゃあ忍び芸師の向こう側、寺の境内へ手ぬぐいを投げ込んだな、誰だ。知らねえ。知るもんか。あれはくせ者が逃げたと見せるためにおめえが投げ込んだ手ぬぐいだ。知らねえ知らねえ。あの手ぬぐいは酒屋の配りもんで、町内に100本もあるが、あれにだけは目印があったんだ。乗り売り婆さんが自分の家へ持ってきて洗濯するとき、同じ模様の手ぬぐいと間違えねえように、おめえの分へ墨で印をつけたんだ。嘘だ。いや、嘘じゃあねえ。俺の手ぬぐいを盗んで誰かお寺の方へ放り込んだんだ。そんなことがあるもんか。おめえが忍び芸師を外して寺へ逃げ込んだと思わせて何の役に立つ。現におめえは自分の家にいたじゃねえか。平次の面札は畳みかけて竹の市の口を塞ぎます。その時ちょぼど後進横ちょぼの竹の市の家を探させた下っ引きの勘助とガラッパチが帰ってきました。親分、縁の下の植木鉢の中と押し入れの天井に小判で150両隠してありやしたよ。お、
ざらりと畳の上へ並べた小判。これでもただのあんまか？千里の虎ともあろうものが見るんだぞ。白状せい。平次は竹の市の驚き呆れる肩に手をかけました。第八章。それから四半時ばかりも竹の市を攻めてみましたが、何としても千里の虎だとは言いません。が、とにかく近頃の大物で、番所へ留め置くわけにもゆかず、平次、ガラッパチ、勘助の三人で、すき家橋まで送ろうというとき、大変な。町の若い者が二三人転がるように飛び込んできました。どうした、想像し。角の米屋へ押し込みが減らした。え？俺は千里の虎だと、威張り系って有金十五両取った上、手向かいする手代を切って、どこともなく逃げてしまいました。あ！平次もガラッパチも笹野新三郎も開いた口が塞がりません。確かに千里の虎と言ったか。平次はわずかに平静を取り戻します。言いましたよ。銭形の親分に約束したが、時刻もちょうど五つだって。若者の一人は米屋の丁稚でしょう。平次。しばらく経って笹野新三郎は言い出しました。旦那、これはあっしの一代のしくじりかもしれません。少し考えさせてください。平次は打ち絞れて番所の隅に腕をこまぬきます。見やがれ、本物の千里の虎が出てきたろ。さあ俺をどうしてくれるんだ。むやみに舌を縛れやがって、銭形の平次もねえもんだ、畜生。竹の市は事情を察して口汚く罵り始めたのです。面目次第もありません。これは全くあっしの間違いでございました。竹の市の名は解いてやっても構いませんか。勝手にするがよかろう。笹野新三郎の許しを受けると、平次は竹の市の後ろへ回りました。縄を解いてやるつもりだったのです。嫌だ。今更縄なんか解いてもらいたくねえ。そのままお知らせへ突き出してくれ。銭形平次を日本一のアホにしなきゃ、俺の腹の虫が収まらねえ。竹の市は、体を揉んで溶かせまいとします。まあ勘弁しろ。てめえも目くらの真似なんかしたのが悪いんだ。平次のしたことが気に入らなきゃ坊主になって謝る。本当か？本当とも坊主。ふと平次は手を休めました。どうした平次。笹野新三郎もなんとなく気が気じゃありません。お、わかった。今度は逃がせないぞ。言い残して平次は早手のごとく駆け出したのです。続いて忠実なガラッパチ。後進横丁まで来ると平次はピタリと立ち止まりました。パチ、へえ、命がけだよ。八五郎のガラッパチは黙ってうなずきました。そこからお目かけのお糸の家まではほんの五六軒。こんばんは。どうだった？下女のお清の開けた格子の中へ平次は一文字に駆け込んだのです。千里の虎来よ。何を？立ち上がったのは大黒頭巾を耳までかぶった祖母祖母の王国と目かけのお糸でした。何をしやがる。後ろから平次へ飛びついたのは下女のお清。非凡な力に平次も思わずたじろぎます。これでも食らえ。王国はどこから出したか合口をひらめかして、舞一文字に平次の胸ぐらい。それは実に危機一髪という際どさでした。おやぶ、危ねえ。飛び込んだガラッパチ、絡みつくお清に手が伸びると、
平次はそれに惹かれるようにわずかに身をかわして辛くも合口の先を避けます。逃げてください、早く。お糸は気がいじみた声を振り絞りながら皿、小鉢、鉄瓶、火箸、見境もなく投げ出しました。じ、その女を抑えろ、親分。ガラッパチがお清一人と揉み合う間に平次は飛び込んでお糸を抑え、猛然として切りかかる王国の合口をよけよけ、右手を懐に入れて取り出したのは得意の投げ銭です。へい、一つは額へ、一つは合口を持つ手、一つは鼻っ柱へ。思わぬ武器にひるむ王国、裏口へ逃げ道を探すところを主練の実手がピシリとその肩を叩きます。神妙にせい。凶賊千里の虎はツンボの徘徊し、鬼月堂王国だったのです。年はせいぜい四十七八、あんな老人になりすました非凡の変祖母に新三郎も平次も舌を巻くばかりでした。親分、わしにはわからねえことばかりだ。いつもの通り絵ときをしておくんなせ。あくる日、ガラッパチの望みで平次はこう話して聞かせました。ほら、最初から宗匠を疑ったが、梅木先生からツンボの真似は容易にできるものではねえと聞いて迷ったのさ。王国は後ろで俺が転んでも障子が倒れてもみじろぎもしなかったろう。偽ツンボにはあれはできねえこった。すると、一方竹の位置はすぐ偽目くらと分かったが、縛った後で千里の虎は米屋へ押し込んでいる。ほら、あの話を聞いた時ほど驚いたことはねえ。本当に坊主にでもなろうかしらとふと頭へ手がいった。その時鬼月堂の頭巾のことに気がついたんだ。年寄りだしまだ薄寒いし、頭巾をかぶるには不思議はねえが、耳の上までスポリと引き下げていたのはおかしい。俺が帰ろうとするとき気がついたように取ったが、あれは疑われたくねえためだ。あの時おら、王国の耳の穴に何かネズミ色の叱るものが入っているのを見たような気がするんだ。耳の聞こえるものがツンボのふりをするには、耳の穴を塞ぐより他に手はねえ。あれは牢で耳の穴なりにこしらえて詰めてあったんだ。なーる、牢の爪で耳を塞いだ時は王国総将、それを取った時は千里の虎さ。お糸のうちへ総将が来ると、若い男が裏口から逃げ出したというのは何でしょう。ガラッパチは最後の問いを持ち出しました。それが王国さ、一人二役だよ。自分の家からは決して千里の虎の身なりで出ねえのがあの男の悪賢いところだ。王国総書簿で大回りに回ってお糸の家へ来る。すぐ引き抜いて千里の虎の若い姿になって荒仕事に出かける。帰ってくると元の王国になって、また大回りに自分の家へ帰って行ったんだ。へえ、驚いたね。裏木戸へ内外から帳を下ろしたり、お糸の隣の家を一年借りたり、何しろ細工は細っけえよ。その上、あの宗匠のおかみと見せたのは妹で、めかけのお糸は本当の女房、お清も悪者の一味だったんだ。最初の晩、千里の虎はやはりあの塀の忍び返しを外して逃げたんで。いや、そんな暇はなかったはずだ。お糸の家へ隠れていて、俺たちがお糸に
忍び芸士の細工を教わったり、お糸がかねて用意に放り込んでおいた手ぬぐいを拾ったりしているうちに路地の木戸から逃げたんだ。あん時はあまあまとお糸にやられたよ。長い間じって取り縄を預かって今度のような見当違いをしたのは初めてだ。おかっぴきはうぬぼれちゃいけねえな。平次はしみじみとそう言うのでした。野村子供作銭形平次取り物控えより後進横丁全文読み切り書出オール読み物文芸春秋社1935年昭和10年7月号より。